た大した軍勢だね。若を先に行かせてやったよ。弱い、ね、この戦どこにられるかわからない。それを生かした、犠牲になるなど許さぬ。助けぞ馬隊。魅力なのに足りない。私もお手伝いいたします。なぜか我が武田騎馬隊よ、頼めよ平家の武者どもに引導を渡せ。武田軍がまるまる操られてるってこと？うん、これは厳しい。弱いね。貴様らどこから現れた。弱いね。お見事な武勇にございます。弱いね。ここで気当てろ。君まだ増援に来る将がおったか。よい、我が操り人形に通させよう。よい、敵を抹殺します。諦めろ。弱いね。弱いね。おう、やりますな。弱いね。弱いね。結束すれば何の間にも負けはしないからだ。しこい、まあこういうノリも嫌いじゃないよ。バカが戻ってきちゃうなんて、俺の覚悟が台無しだよ。いらぬ覚悟だ。俺たちは共に生き延びるのだからな。若たちのおかげでこっちはもう大丈夫。それよりも清盛を何とかしないと。それだけで食い止めてる甲冑殿が危ないよ。
事な武勇にございます。おい金ごと噛み砕いて。命は粗末にできん。撤退じゃ。僕の番だ。弱いね。敵将、僕が壊すね。増えた武田の騎馬隊か。手ごわい。これを言うなら俺たちも音に聞こえた清涼の騎馬武者だよ。清涼の誇りにかけて遅れは遠まる。ツバメ返し。僕の番だ。骨ごと噛み砕いて。お見事な武勇にございます。時の果てまで語られましょう。門が閉まってるよ。幼虫ども、僕の番だ。時間を進ませるために自ら門を閉ざしたのか。ここまでか。未来は若者に託そうぜ。幼虫どもようやく邪魔者が消えた。門を開けろ。盗む者どもを踏み潰せ。僕の番だ。敵将、僕が壊したよ。ついておいで。この武者、お走りに引き合
敵将、僕が壊したよ。お見事な武勇にございます。どうしてそんなにかっこいいんだか。わしらの勝ちじゃな。